俺ってば渦巻きになると。俺たち忍びはいろんな依頼を受けて任務をこなしてんだけど、今日は休日、同じ下人の仲間たちと仲良く焼肉パーティーなんだってばよ。お前たち、せっかくの親睦会なんだから少しは交流しろよ。今さら話すことなんかねえよ。ちょっとナルト、少しは野菜を食べなさいよ。なん、サスケだって肉ばっかじゃん。サスケくんはいいの。なんでだよ。この辺にコンビニあったっけ。自動販売機なら向こうにありましたけど。そっか、俺の分残しといてね。はい、わかってるってばよ。はあ、残しとかなきゃダメでしょ。へ、いなくなったカカシ先生が悪いんだってばよ。おい、タレ、はあ、どうするのよこれ。あ、なんだこれ。何やってるの。何それ。あ、なんか入ってるぞ。ドカーン！千年ぶりに外へ出た。世界が俺を待っていた。さあ、私は誰でしょう。答えは1秒後。そう、私はあの有名な壺の魔人。さて、お前たちの願いを3つ叶えてやろう。どんな願いでもだ。ナルト、タレ取って。お前ら、人の話を聞け。そんな話信じらんねえもん。ちょっと目を合わせちゃダメよ。どう見ても怪しいからな。怪しくない、本当なの。俺マジ魔人なの。本当か。こら、相手にしちゃダメだって。本当の本当、魔人マジで嘘つかない。だったらここに焼肉10人前出してみろってんだ。その願い叶えよう。テケレッツのパー。え、本当の魔人だったのか。魔人様、すごい。いや、それほどでもあるよ。さて、これで叶えられる願いはあと2つ。さあ、次の願いはなんだ。どうするよ。つまんないものに使うわけにはいかないわ。お金にしましょう。お金。さくらちゃん、夢がなさすぎだってばよ。現実的って言ってよね。そういうあんたは何が望みなの。そうだな。ナルト、お前は辞退しろ。は？さっき一つ使っただろ。そりゃねえだろ。さあ、次の願いはなんだ。うっせえな。ちょっと待ってろってばよ。わかった、ちょっと待とう。残りは1つ。違う、今のなしだってばよ。それは規定によりできないことになっています。なんでだよ。ここのところに書いてある魔人の使用方法の3行目をよくご覧ください。あ、本当だ。さあ、最後の願いは何だ。このうすらトンカチ、どうしてくれるのよ。残りは1つよ。どうする。話が長くなりそうだから壺の中で待っているぞ。ああ、そうしてくれ。というわけだから、お前は諦めろ。何がというわけなんだよ。だいたいこの壺見つけたのは俺だぞ。一人で2つも使っといて何言ってんのよ。いいからあんたは引っ込んでなさい。そういうさくらちゃんはどんなお願いをするつもりなんだよ。それはもちろん有意義なお願いよ。絶対言えない。サスケくんの愛を独り占めだなんて。いただき、はあ、俺はほかげにナルト。ナルト、待ちなさい。見た。ああ、あれが本当なら聞き捨てならないな。イヤッホー、壺は俺がもらったぜ。キバ、
抜け駆けは許しませんよ。こうしちゃいられないわ。ったくめんどくせえな。ナルト君。その壺、おとなしく渡してもらおうか。誰が渡すか。俺は火影になるんだ。そう言うと思ったぜ。行くぜ赤丸、獣人分身ガツーガー。 あいつら何やってんだ。その壺を俺に渡せ。お前もかよ。何熱くなってんだよ。らしくねえぜ。つがお前の望みは何なんだよ。お前に説明する必要はない。カトン応戦家の術。今度はこっちから行くぜ。やめなさい。もう何やってるのよ。二人とも何の努力もしないで望みを叶えるなんて、そんなんでいいの？それに私たち同じ班の仲間じゃないの。それなのにこんな醜い争いをするなんて。そうだよな、俺たち仲間なんだよな。あはは！このうすらトンカチ、何見え見えの手に引っかかってんだ。お前だって引っかかってただろ。マジに頼んでサスケくんの愛を独り占めよ。渡してもらいましょうか。デコデコちゃん、ひなぶた、あんたの望みは何なの？もちろんあんたと同じことよ。なんですって？なんてはしたないこと考えてるの？あら、はしたないこと考えてたんだ。シリノ、お前たちが望む壺はこの手にある。その壺をこっちに返しなさい。お前たちの敗因は目の前の相手に気を取られ俺の存在を忘れたことだ。そんなに俺は影が薄いか。いい機会だ。今日は俺について話をするからしっかりと聞いてもらおう。まず好きな色はモスグリーン、そして好きな花は毒ダミ。渡してもらいましょうか。禁止マユ、お前は何が望みなんだ。さらなる根性、そしてさらなる情熱です。それ以上熱苦しくなってどうすんだってばよ。影分身の術、天天リし合ってるの？チームの力で壺を奪って話はそれからつけるつもりだ。なるほど、効率的ね。サスケくん、私たちも。あんたもせいぜい頑張りなさいよ。お、サスケくん待って。うちの連中は何やってんのよ。さあ壺を渡してもらいましょうか。ナルト、こっちに壺を渡しなさい。願いを叶えるのは邪魔な奴らを倒してからだ。バッカロー、もう騙されねえぞ。
このままじゃ壺は奴らのものだ。お願い、私たちを信じて。面白い。この状況で壺を他人に渡す度量が貴様にあるかな。渡せば願いを使われちゃうかもしれないわよ。さあ、その壺をこちらに渡してください。ナルト、私たちを信じて。勝手に使うなよ。よくやった赤丸。一緒に願いを決めようぜ。いただき。渡してたまるか。壺はどこだ。あそこだ。渡すなら仲間の俺たちだろう。さあ、壺を渡してください。なあ、ひなた、俺に渡せ。あんたは引っ込んでなさいよ。どうせくだらないことに使うんでしょ。なんだと。俺は火影になるんだ。ひなた、何してるんだ。壺を渡せ。ひなた、こっちこっち。いや影真似の術成功っと。しかまる、てめえ。みんな話を聞け。うっせうっせ。壺を独り占めになんか絶対させねえぞ。冷静になれ。みんなの願いを叶える方法が一つだけあるぞ。ね、どんな。最後の願いを無限に増やしてもらうのさ。その手があったか。さすがは IQ200。 じゃ、蓋を開けるぞ。あ、待ちくたびれたぞ。最後の願いは決まったのか。おう、決まったってばよ。では行ってみろ。最後の願いは。おい、誰か小銭を貸してくれ。あの自動販売機、釣りちゃんがないんだ。その願い叶えよう。テケレッツの。わあ。うん、すまないな。どういたしまして。それでは千年後にまた会おう。あ、なんだありゃ。え、どうしたんだお前ら。